役目を果たすわ。父のため励めよ、機長。スノマタ城からなら崖を登ることができる。稲葉山城を攻められるぞ。秀吉がやったか。よし、全軍に号令。二手に分かれてスノマタ城に向かえ。スノマタ城は間違いなくこの戦の要だ。桃地の兄貴、敵に奪われないよう頼むぞ。俺を誰だと思ってやがる。とはいえ、どれだけ持つかわからないか。私の帰るべき場所はもう斎藤家じゃない。この戦いで因縁を断ち切ってみせる。不動産様は義達様を見限っておられた。美濃の主にふさわしいのは誰なのだ。あの人本当に城を建てちゃった。すごいや、信じられないよ。でも織田勢の攻め口はあそこだけ。あの城を抑えちゃえばこっちの勝ちかな。よし、スノマタへ進むぞ。開門。れることよ。これは侵略ではない。親父殿より譲られた美濃を義達から奪い返すための戦よ。美濃の者たちは巨衆に迷っているようね。織田の強さを見せれば寝返るかもしれないわ。秀吉、よくやった。それに伊賀の桃地三太夫にございます。織田殿、以後お見知りおきを。しかし信長様、せっかく城を建てたものの敵の攻撃が激しくて進めそうにありませんや。案ずるな、間もなく援軍が来る。秀吉、三太夫、それまで耐えしのぐぞ。みんな、スノマタの城に向かって。あの城さえ奪えば織田勢に勝てるから。斎藤の軍師は竹中半兵衛と言ったか。あんな奴を仲間にできたらな。決めたぞ。私は道山様のご意志に従い織田につく。他の者も解き伏せてまいる。開門。弱すぎて話にならぬ。敵将わしが討ち取った。いやはや、さすがでございますな。援軍は近いぞ。踏みとどまれ。たわけめが往生するがよい。主にふさわしいも俺以外にいねえ。信長ごときに奪えるものか。しましたぞ。
攻勢に転じる。稲葉山城を包み込むように兵を進めよ。者ども何をしている。さっさと織田勢の進軍を止めねえか。帰りも今さら必死になろうと無駄よ。帰り討ちにしてくれるわ。これより我ら美の三人衆は織田信長殿にお味方いたす。さてと、オイラたちは斎藤の軍師殿を黙らせに行くとしようか。たわけが。人のみにしてやるわ。秀吉は西へ向かったようだな。ならば我らは東回りで進もうぞ。たわけが。行け。何としても角俣の城を奪うのだ。人のみにしてやるわ。また敵の増援が角俣を狙っているようだ。おお、半兵衛殿の申された通り、敵が迷い込んできたわ。押し潰せ。たわけが。オイラたちの動き、半兵衛にはお見通しだったか。秀吉が囲まれているか。救ってやらねば城攻めに支障が出よう。ここからなら稲葉山城の背後を取れよう。まずは味方を呼び込むか。美濃を狙う盗人どもめ、この地から去れ。起点救援攻ありがてえ、味方が来てくれたか。おお、火星が来たか。これなら勝てる。いるんではならん。畳みかけよう。敵将わしが討ち取った。聞かせていただこう。開門。やれやれ、なんとかしのいだな。今度こそ半兵衛のところへ行くぞ。角俣に城を作った人、どんな人なのかな。直接相手をしないとわからないよね。開門。半兵衛のやつ、自分で門を開けやがった。オイラに興味を持ってくれたのか。これで斎藤の兵力もだいぶ削れただろう。竹永半兵衛、オイラは秀吉ってんだが、これも何かの縁だ。仲間になってくれよ。お誘いは嬉しいけど、急に言われてもな。僕に勝てたら考えてあげてもいいけど。この道さんこそ天下無双の共有よ。よし、この地で布陣を固めておくとしよう。分かった。期待通りの戦ぶり。やはり信長はただのうつけじゃねえな。話にならぬ。分かったよ、君の家来になってあげる。
そういえば義達様に通じる裏道があるけど。開門。しゃあ、オイラの仲間になってくれるんだな。で、裏道があるって。よし、進むか。道は開けた。義達を撃て。父上、竹中半兵衛が裏切りました。背後より敵が迫っています。無理。達沖、いざとなればお前は落ち延びろ。俺の怨念はお前が継ぐんだ。開門。ごめんなさい義達、最後は私の手で。このままでは義達様が危ない。よし、我々も進軍するぞ。信長、親父に呼ばれて来やがったか。あのジジイ、死んでも俺を苦しめやがる。親父殿はこうなると分かっていた。恨むな、己の不明を恨め。貴重、織田に染まりきった面だな。別に構わねえが。それでも斎藤家が続く限り、私の心には呪いが残る。その呪いを解きに来たってわけか。変わったな、今のお前。悪くねえよ。ありがとう兄上。弱すぎて話にならねえ。この国は渡さねえ。美濃の正当な主は俺だ。義達様は私がお守りする。わしが討ち取った。聞かせていただこう。しかと見ておれ。人の身にしてやるわ。親父の見立てが正しかったってのか。認めねえ。俺は認めねえぞ。討ち死に。これで終わったのね。斎藤は滅んだ。貴重、これでお前の心も解き放たれよう。